おはようございます、手術当日ですの3時間前ですね。9時から始めるので、今6時過ぎなんで3時間ぐらい前だということです。で、今回お話したいことは、まず、本当に申し訳ありませんでしたということです。すごく皆さんに YouTube のコメントとかでも病院絶対行った方がいいですよということを何十人の方にも言われてたにもかかわらず自己判断をしていました。なぜ自己判断をしていたのかといったら、自分はもう何度も骨折の経験があるし、もうそれなりの対処法というものが分かっているつもりだったからです。そこのね、自信というか自負があったから自己判断をしちゃってたんですけど、それが間違いだったということです。本当に、これはね、勉強になりました。このままそのね、放置してたらね、えらいことになってた可能性がある。それは、今ね、この、腕もあばらも、もちろんですか、折れたわけですけど、腕の方ですね、これがずれたわけですから、そのままくっついちゃう。そうすると義関節というものになってしまう。昨日言ったんですけど、俺疑う関節だと思ったら違った。調べたら偽関節ですね。多分これ義関節、偽の関節みたいになっちゃうから、義関節って言うと思うんですけど、そうなると、痛みが全然消えなかったりとか、そのまま残っちゃったりだとか、あとはなんかその不具合がね、練習とかにね、出ちゃうみたいなことが YouTube のコメントとかであったんですよ。そのね、ボクシングの方とかでも折れちゃったりする人が結構いるみたいで、そういうふうにそのまま暴るとかもね、あと放置しちゃった人とかがの体験談とかをちょっとね、コメントでくれたんで、それを見たら、うわ、よかった、気づいてと思いました。気づいてよかったんじゃなくて、気づかされる感じの、このね、病院に来れてよかったなというふうに思います。本当にすみませんでしたという話です。はい。で、この怪我の状況なんですけど、これちょっと自分ツイッターでも上げたんですけど、これ見てください。こうか。こっち側。へっこんでません？これ、へっこんでたんじゃなくて、ちょっと腫れてんだ。ここら辺が腫れてて。うん。もう見た目でも分かって、もうで、こういうことは出たんですね。うん。で、あばらも、あばらは分かんないんだよな。あばらはね、結構見えなかったりするんですけど、で、昨日レントゲン撮ってもらった時に、先生、永井先生に聞いてみたんですけど、あばらの手あまり見えないんですよねって聞いたんですけど、いや、横だったら見えやすいよって言われたんですよ。縦とか、その真正面とかからだと、見えにくかったりするらしいんですよね。なんか、ごちゃごちゃしてて。どういう見えないがちなのかわからないけど、横からだったらわかるみたいなこと言われて、横のところでちゃんとやっぱ、自分としてはそのレントゲンのやつ見たけど、あんまりわかんなくて、ちょっと薄くなってたんですよ。でもそれ、これは、完全に折れてるよっていうふうに言われて、あ、そうなんだとか思って。で、この腕の場合は、もう完全にずれてますから、ぼっきり。うん。それはもうめっちゃわかりました。だから、外傷としても出てるし、うん。そこは、なんだろう、今後の選手とかが、自己判断しそうになった時、うん、ちょっと気をつけた方がいいなと。うん。っていうかね、俺体勢が多分できてるって言ったんですけど、その YouTube のコメントとかでも知ったんですけど、多分鈍感になってるっていうところもあるかもしれないっていうのは確かにと思った。年によってその痛みとかもなんか、感じにくくなるみたいなことも言われて、あ、そうなのかなとか思ってたんですよ。うん。だからなんか、試合中でも痛えと思ったし、試合後とかも痛いけど、大丈夫でしょうみたいな感じで思ったりしてたんですよね。なんかでも、試合の時は蹴られて痛えと思って、あばらを痛えと思って、次に蹴られたりしたら、あ、俺、嫌だ俺すんのかなって、その感じになってたんですよ。でも、一応、その後に追加で同じ攻撃をガツッともらったわけじゃないから、多少もらってるけど、大丈夫かなっていうとこあったけど、でもそれぐらいの感じで、でもなんか、前より痛みに強くなって、だって俺1ラウンドでこの痛みが出たってことは、1ラウンドで多分このずれて折れて、どっちも折れたんですよ。うん。だからなんか痛みにこう、ね、強くなってる感があって、しかも試合後だとしても、俺、普通に、太るの嫌だからランニングしてたんですよ。もう毎日の習慣。当日もやってるし、
その次の日、もう今5日目ですけど、今日だけできないのがちょっと嫌なんだけど、まあしょうがないこれは。で、1,2,3,4 って全部走ってるんですよね。痛かったけど。でもなんか、前だったらもう痛くて動けない感じだったんだけど、動いてるんですよ。走ってるんですよ。うん。だからなんか鈍感になってるというか、体勢がついてる。いや、体勢がついてるというか、鈍感になってるのかな。っていうふうにちょっと思いました。はい。だからそこら辺も、年の選手、年が、を、取ってきた選手とか、なんだろう、格闘家って結構なんか、そういうとこ、年とか関係なくても、鈍感なところあるんですよね。なんかその、まあ、なんだっけ、LINE とかで、ひろきくん、まあ、キアンの子いるじゃないですか。あの子なんかもあばらとかも結構折れたりだとか、まあ、しょっちゅう折れたりするんですけど、まあ、その、普通に折れたりしますよね。全然気づかなかったというか、なんか、普通ですよねっていう感じに、まあ、格闘家あるあるですよねっていう話をしてたんですけど、うん。だそういうふうに、やっぱ格闘家って、怪我が普通になっちゃうみたいな。だって日常茶飯事ですからね、怪我させようスポーツしてるわけですから、いちいちちっちゃなこと気にしてたらなんかそんなもうやってらんないですかっていうところになるわけじゃないですか。だからそこら辺とかでもやっぱね鈍感になってるんですよね。体勢がついてるのもありますよ。だってローキックとか蹴られたりしてても普通に素人の方がに、蹴られたらめっちゃ痛くてもう動けないっていう感じ、筋断裂とかしてるみたいな感じとか結構ある感じかもしれないけど、それぐらいの衝撃もらったとしても結構平気だったりするんですよ。普通だったりするの。もうローなんか結構ね、慣れっこで効かなくなったりするみたいなところあったりするんですよね。うん。多少のことだったら。うん。でも逆に、奥足のローとかだったら、ローとかだったらめっちゃ効くとか。だから、奥足あんまり蹴られ慣れてないからね、とかね。あると思うんですよ。だから体勢がついたりとか、その、している。あと鈍感になってるところあるから、そこはやっぱね、自己判断じゃない方が、自己判断をしすぎない方がいいなとは、ちょっと思いました。今回のってね。今回の場合は、もう本当に、そのまんましてたら、放置してたら、もう不具合出ますから。はい。どんな口が言ってんだろうって話ですけど、本当にお勉強になりました。ありがとうございました。人の言うこと聞いた方がいいですね。人の言うこと聞いてる部分もあるんですけど、やっぱ自分の、なんだろう、経験とかをもとに、自信を持つっていうことも絶対必要で、俺自信ないタイプだから。うん。でも自信を、持った上でやっぱ人の意見もちゃんと聞かなければいけない。うん。いや俺の体だから別にね、俺が一番分かってるよっていう変な自信ですね。うん。があっちゃったんですよね。そこ本当気をつけなければならないなと思います。はい。ということで、あとまあ2時間半ぐらいですね。5ぐらいに、全身麻酔をして、やっていきたいと思うんですけど、はい。あ、全身麻酔のことは。またちょっと他の動画でお話ししたりしたいなというふうに思います。ということで、はい。あ、それサブチャンネルであげようかな。まあそんな感じで。まあとりあえず、行ってきます。そう、この動画では本当に申し訳ありませんでしたという、この謝罪の動画です。はい。ありがとうございました。